どうもみなさん、こんにちは。柏俊です。今回はですね、すごい懐かしい曲なんですけど、セカオワの虹色の戦争という曲を解説していこうかなと思います。多分ね、5年前ぐらいに解説動画を出してるかもしれないんですけど、なんか最近すごいこの曲また人気になってて、いろんな人たちが解説動画上げてたりとか、弾き語りの動画出してるので、ちょっと僕もその波に乗ろうということで動画出していきます。なんか使われてるんですかね、映画ドラマとかで、わかんないんですけど、はい、やっていきます。で、今回はですね、ストロークがちょっと難しいというか、いつも使わないようなストローク出てくるんで、よかったらそちらの方も勉強になればいいかなと思っています。じゃあ早速やっていきます。まずカポニにつけて、コードは概要欄に貼ってますので、そのサイト見ながらやってみてください。じゃあやっていきます。まずこんな感じです。イントロ、ストロークがめちゃくちゃ難しいんですけど、まずはですね、ストロークがジャンジャンジャ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 ンジャジャジャン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 ジャ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 ンジャジャジャン、このストロークです。ダンダンダダダダンダダダンダダダっていうストロークです。一応矢印出しておきます。はい、こんな感じのストロークを使うんですけど、で、さっきからジャジャーンってやってるんですけど、それは下、上、下をめっちゃ速くやってます。めちゃくちゃ難しいんですけど、できる人はダンダンダラダンダダンダダンダンダラダン、これでもいいんですけど、そのダンダンダラのとこをダラダンダンダラってにするとよりかっこよくなるので、それもやってみてください。ということで、じゃあイントロ途中から次歌に入りたいと思います。じゃあ歌いきます。になります。まず最初はですね、鼻に声があるなら何を叫ぶんだろうってくるんですけど、そこはジャンジャンジャラジャンのイントロじゃなくて、ジャンジャジャンジャジャラジャンジャンジャラ、下下上上下上のストローク、ジャンジャジャンジャジャラジャンジャジャ。鼻に声があるなら何を叫ぶんだろう、解放の歌を世界に響かせているだろう、平和に耳があるなら何が聞こえるだろう、偽物の自由の歌が爆音で、はい、こんな感じになります。で、爆音で聞こえるだろうってところが、爆音で聞こえるだろう、ここは次Dm7 で次 C 来るんですけど、ジャ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 ンジャジャジャ、下上下で最後上げるタイミングで C を弾きます。ジャ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 ン、はい、で次に入ります。花が咲ける愛の世界へに入ります。じゃあ続けてやってみます。爆音で聞こえるだろう、花が咲ける愛の世界で、僕らは平和を疑ってる、はい、ここもずっと一緒ですね。鳥かごの中で終わりを迎えた自由は僕に待っているだろう。で、サビに入ります。チャカ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 、下上下上を繰り返してます。はい、
でサビに入ります。枯れた自由は僕に何て言うんだろう、生物たちの虹色の戦争、あなたが殺した命の歌が僕の頭に響く。はい、こんな感じですね、サビの最初は。で、サビの最初なんですけど、ストローク一緒です。チャカ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 ジャンジャンジャン、生物たちの虹色の戦争、あなたが殺した命の歌が僕の頭に響く。で、次に来るとこってこう来るんですけど、そこは最初のイントロのジャンジャンジャガジャジャンジャジャンを挟みます。そしたら次またストローク戻して、生物たちの虹色の戦争、あなたが殺した自由の歌はあなたの心に響いてますか、ジャンジャンジャガジャン。はい、最初のストロークやって、で2番につなげていくイメージです。はい、今回1番までの紹介なんですけど、こんな感じです。基本的にストロークが2パターンかな、2パターン出てきます。で、できる人は最初のジャジャンジャンジャジャを入れてみてもいいのかなと思います。ってことで今回は、懐かしい曲なんですけど、虹色の戦争の紹介でした。ってことで次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、SNS のフォローよろしくお願いします。再生リストに過去の動画がまとめられているので、そちらも見てみてください。それでは次の動画で会いましょう。バイバイ。